Y'all know this is going to be in Japanese. Y'all know this is going to be in Japanese. We are the Samurai Reviews. That's what it's like to be a Mongolian. Samurai! Warini! Ah!
Not again. Cinematic piece. What an honorable. Is that better, Brett?
何してここへ。もう子供。 誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。 言うなってもね。太刀が欲しいなら、ついてね。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。言うな。まだ見せて。くっそ、たまんない。 志村殿はいくそばにおられたか。自刀？志村殿。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺人か。 人を追いに。して欲しいのは生きておいでか。恐らくね、猛虎に囚われたのだ。場所は分かるか。東の海岸沿い。金田の北、叔父上を捕らえたのだ。守りも手薄なはずだ。攻めるのは今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば、 もう打ち払うことができる。鎌倉に警備軍を送り、御助力を超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。氏上さえ小口なら津島は助かる。俺にとっても唯一の身内。
その時ヒロミももらうだけ俺の立場か立場食べ物と薬を変えたなんだと怒るな相手を捕らえた戻してくれ腹立つ心のことない使わせるものを求めるな娘というのか町虫はたっくに死んだろ There it is. わが紫たち地頭である志村殿の上臆病ではないお前にかなう者はいないがだがまだまだ太刀に振り回されておる強骨です。 父親の分部か。これは酒井家の宝刀。戦を沈め命を救ったんだ。何だ。身を守る術を教えて心得ています。 So refreshing to hear the Japanese. この成果を見せてみろ。わしを撃ってみろ。はい、おじいは。さあ、撃ってこい。わしに当ててみろ。
私の方が逃れ出せない。周りの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうと、愚かる者は臆すことなく戦わねばならん。肝に銘じます。では、わしの防御を崩せ。酒井陣が優わる武士だと示してみよう。 攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、直撃で仕留めろ。やめよ、降参だ。加減しましたね。しょうらん。 勝ちであったら、わしは死んでおった。嘘です。嘘をつくのもいいな。よし、次はわしの攻めを防いで。心も薬でないぞ。守りの構えだ。よく防いだな。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせる。 よし。では受け流しを教える。わしの動きをしかと見ている。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。 上達しておるな。 良い構えだ。休まれますか。<笑>お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始める。わしの槍をかわし、すかさず切り替えしてみよう。わしがついたら避けるのだ。よし、その息だ。良いか。 かわしたらすぐさま攻めろ。うまくよけた。良い切り返しだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣営、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。 一つ賭けでもしよう。先にご本打った方が優劇を決めるとする。では過去にしましょう。<笑>うまいぞ陣。腕を上げたな。飯の前に。 代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか。主への忠義、己を律することあと。もう一人は困る。有能に戦い、堺の家を守ることです。それは父の言葉だ。 お前にとっての誉れと。それは民を守ること、己を守れぬものだ。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのが勇気と真偽と節制と。たやすく思わますか。 行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。
もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。 馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。馬の向こう側で走ってる。お前はどこだ。燃えてる家の裏でさ、おいで。 近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。残りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども。 たちも取り返した。ちょっと。万兵だ。一人も逃がすでない。来る。 ありがとうございます。お侍は皆死んだとは聞きましたが。どこかにかくまってもらう。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだ。あんた見て馬鹿にするね。あやつは戦えぬか。これ以上見殺しにはできない。 あんたが大勢を救える。弟が妹子にさらわれた。だから俺を助けた。私にはあの子しかいない。50円はお待ちなのだ。頼む、高さへ戻れば。それでいいんだ。50円をお救いした後でいいのか。探してない。一緒に行くよ。 お前はすぐそこだよ。馬屋へ急ごう。 命拾いしたね。どんどん。どうどう似合って。名をつけねばな。 Thank you.
柱の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、ご神業を恥ずかし、武士を皆殺しにした。この恥をすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っている。殿を返してもらうぞ。猛虎の兵器。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。お神を助けたらすぐに引く。馬も用意してくれ。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。非常に勝負。コロッチナポンナ。
No! That's Jerry. ハーン!我は世界人、地頭である志村殿の甥だ。 50A が受けた恥、すすぎに参った。 志村から己のことは聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。 さあ、どうする堺人。来い、総合命。おじが見ておるぞ。 Oh, that was so fast. Oh my gosh, I couldn't even keep up with him. I guess I was supposed to defeat him anyways.
お父様が社会の家督なのですよ。お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。ご本人にお伝えくださいましょう。助かった。 父君は何よりも民を守られる誠の者の身よ。 動けって頼むから。ユナ、ユナ、ジェン、どうだった。志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。
おじうめは嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても返り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そして志村殿を救い故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。Sondor Sherrenste. Herein habt ihr Bäger. Doch, Herr. Und ach, wie auch die Bono Moss Samurai. Anta, was haben wir hier? Mama, nicht mit dem Motor, Janaika. Arzi no Motor, nicht mit dem Motor, ich zicke dir an.すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子だ。このお二人。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるように。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。That's great.
come from you. Oh,
て。なんかお家に入ってる。お家に入ってる。あ、なんか声してる人が怖いよ。こっちこっち、お外見る。待ってたよ。あ、クエスト？一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだった。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人も。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。携帯みたいなわけ。力を貸してくれる人は見つかった？パパ行こう。いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。走れ。後でタカも手伝ってくれるよ。さあ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇なかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。ちょっと待ってて。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが八重。入れそうにないな。数日でしつらえたもの。どこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あの山は崩れる。足場が緩いと崩れる。気づかれる。奥の守りは硬そうだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。
隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込む。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不問でもあるのか。この島はかつて賊岸のさばっていた。しかし武士が難を沈め正義をもたらしたんだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくちゃ。お叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。いやだってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃあ暗くなるまで。これクムーベスよ。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやった。パパ捕まえた。タカは盗みを嫌ったけど飢えて死ぬよりはマシだ。やるしかなかった。俺も武士になるとかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだ。恨みを晴らしたいんだろう。なんだってやらなきゃ。通るぞ。登って。けどられれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てず。口。かっきるしかない。どう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。抜かるでないぞ。わかりました。あとを追うぞ。痛い。この地に熊が出るなら。勝った。パパ勝ったよ。戦火の槍川から逃げてきたのだ。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりません。パパ勝ったよ。もし聞くと申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああすぐ近くにおるな。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を寄せるのであれば、その時は考えてやる。ん？パス、パパは食べない？パス食べない。パパ、スリーにしない？
見てください。この傷の跡は矢ではありません。 やり変わった。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが、おじいは罪人の支配者でした。罪人の命をもって償わせねば。目をそらすな。 怒りが恐れで人を殺めてはならない。青ちゃん泣いてる。切れ。ねえ、ママいないよ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も ジン、どうした？鷹を探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。
Chiharu. まで進むぞ。そこなら安全だ。 お主は菅笠衆か？ <笑>かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。 弟を探してる。高という刀鍛冶。覚えはない。だが多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ？アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。 鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに会うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後 二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。 教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に労は似合わん。田向かわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。 己の戯言とは聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。おいもじき見つかろう。堺は 一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己の下辺にはさせんぞ。
仲良くやっていこうな。さら、さあ。走れ、そら。日吉の湯。宿の者なら先生の所在を知っているはず。お譲りいただけるものはございますか。またいつでもいらっしゃってください。お手伝いできることは。侍、まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったので。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。あの先生の伝説はまことですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。
最も射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも？滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。助かった、ここまででよい。あと一つお尋ねしても？先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な伊織。動くな。石川先生。世界の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。